どうも、ケイスケです。今回はですね、僕の YouTube で使ってる音楽についてご紹介したいと思います。っていうのもですね、最近ね、YouTube とか、あと Twitter とかでも動画についてコメントをいただけるようになりまして、まあ僕としてはかなり嬉しいんですけども、そこの中で音楽どういうものを使ってるんですかとか、あとまあ音楽おしゃれなんですけども、著作権大丈夫なんですかみたいなコメントがちょこちょこ寄せられてます。で、それに対してのね、まあご回答というか、実際著作権には違反してないんですけども、僕がどういった音楽を使ってて、どういった方法で探して、どういった方法でダウンロードして音楽を使ってるかみたいなところを、今回はね、まるっとご紹介したいと思います。ということで早速パソコンの方に移りましょう。で、僕の YouTube で使ってる音楽っていうのは、このエピデミックサウンドっていうサイトから全部撮ってます。まあ、ほぼ全部というか、もう8割、9割はここから撮ってますね。このサイト自体は、エピデミックサウンドがね、提供する音楽を、まあ、月額課金で使えるようになるという形になっていて、料金はですね、YouTube のチャンネルだと、月額15ドルから使えるようになってます。で、これがですね、敷地が決められていて、確かね、再生数とかチャンネル登録者数とかで、料金が多少変動すると。この辺のね、下の149ドルとかはビジネスのアカウントなので、また YouTube とは別になります。基本、英語のサイトになっていまして、もちろんね、エピデミックサウンドってこういう日本語のサイトもあるんですよ。あるんですけども、おそらくね、見た感じ、この日本語のサイトっていうのは、シングルトラックっていう1曲単位での購入とか、あとはビジネスアカウント、企業用のアカウントとして日本語ではあるんですけども、YouTube で使う分には英語でしかないと。そういった形になっています。で、実際の曲の探し方みたいなところをちょっとご紹介すると、ログインした後の画面、こんな形になっています。まずトップページにね、このスタッフピックアップっていうのがあって、まあ、こんな曲おすすめですよっていうのが、6つぐらいここに並んでますね。で、一応この左の再生ボタンを押すと聴けます、曲が。はい、こんな感じですね。まあ、ここでもちろんいいものがあったら、このまま右のね、ここのダウンロードボタン、あとはまあ、もっと右下にダウンロードボタンがあるんですけども、これで一応ダウンロードができるという形になっています。ただね、僕が探すときはあんまりこのトップページは使っていなくて、このね、上のためのブラウズっていうところを押すと、ジャンルとか、あとムードとか、ムーブメント、どんな行動してるかみたいなのに合わせて、音楽をまあ、選定してるんですね。まあ、プレイスっていうのもあるんですけども、で、大体は僕、ジャンルっていうところから、そうですね、大体使うので言うと、ここのソウルとかを検索して、ここからまあ流してみると。はい、いう感じで、はい、こういう感じで探してます。で、一個一個まあ基本的には聴いて、まあ、この曲がいいなと思ったら、その曲をダウンロードして、YouTube に使うと。いった形になっています。でね、エピデミックサウンドのいいなって思ったところ一個あるんですけども、それがですね、このね、二重丸ボタンみたいなのがあって、この二重丸みたいなのをポチって押すと、この曲に似た曲が探せるんですね。なので、例えばなんですけども、僕が昔使ってたエピデミックサウンドで昔ダウンロードした曲、同じ曲は使いたくないんだけども、似た曲を、まあ、ダウンロードしたいなって思った時にはですね、タイトルをね、引っ張ってきて、エピデミックサウンドに貼って、で、検索するとこれが出てくるので、これと似た曲をまあ探してあげるというふうにすると、昔自分で使った曲と、まあ似たものだけど同じ曲ではないみたいなのがずらーっと出てきてくれるので、こっからまあ自分の次はね、好きな曲をまた探してダウンロードするというような利用もしています。まあ、本当にざっくりと、エピデミックサウンドはこういう感じの、サイトですっていうのをご紹介でした。で、基本ね、このサイトはもう本当に3万曲とか、もっとかな、あって、もう日々日々追加されてるので、全然曲に困ることないです。もうこれ足りないなんてことは絶対ないと思います。で、ちなみにもうここで、SFX っていうのを押すと、例えばね、こういった、短い曲とか、そう、こういうね、あと短い効果音とか、そういうのもダウンロードできます。ただの洋楽だけじゃなくて、なんか例えばドアを閉める音とか、水が滴る音とか、そういった音もここでダウンロードできるという形になっています。でね、僕ちょっと前に一個気になってたことがあって、それ何かっていうと、例えばエピデミックサウンド途中でやめたいと思ったらどうなのかっていう話なんですけども、なんかもう今まで曲使ってた曲もエピデミックサウンドやめたら、じゃあ今までの権利もなくなって、今までの動画全部削除しなきゃいけないのかと思ってたんですね。
なんですけども、実はそういうことではなく、もう登録していた期間にダウンロードして使ったものに関してはもうエピデミックサウンド一切、権利請求をしませんみたいなのが FAQ みたいなところに書いてあったので、そこは安心していいかなと思ってます。実際使ってみて、いまいちだなと思ったらやめて別のサイトにするっていうのもまあありなんじゃないかなと思います。まあ、ただね、もちろん、これを契約してダウンロードしておいて解約してから動画に使うとかは結構 NG だったりするので、そこはお気をつけください。まあ、エピデミックサウンドにはについてはここまでなんですけども、実際ちょっと月額でお金払うの渋いなっていう方も大勢いらっしゃるとは思います。なので無料で使えるね、音楽みたいなのもご紹介したいと思います。よいしょ。で、1個はもちろんやっぱり YouTube のオーディオライブラリー、これはねもう皆さん知ってるとは思います。 YouTube オーディオライブラリーで検索していただくとすぐわかると思うんですけども、ここの、曲は基本自由で使えます。まあちゃんと押すとここにこの曲は自由で使えますとかいろいろ書いてあるので、この自由で使える曲を使えば基本は問題ないと。これ、まあ、YouTube で使う分にはって感じですね。で、ここの音楽に関しては完全に無料です。もう YouTube に自由に使っていいって形なんですけども、僕がこれをなんで使ってないかっていうと、やっぱりね他の人と被っちゃうっていうのがまず1個あるんですよね。曲の種類もそこまで多くはないので、そこをね自分としてどう捉えるか、まあ最初の時はここの音楽使ってもいいんじゃないかなとは僕は思います。で、やっぱりこの曲じゃ足りないんだけど、お金はやっぱりちょっと払うのは微妙だなって思う方に向けてね、僕がおすすめしてるのこのサウンドクラウドってサイトですね。このサウンドクラウドってサイトはですね、一般の方とか、まあ、アーティストの方が自分の曲をここにアップロードしたりとかしてるんですけども、無料で著作権侵害をしない音楽を探すこともできます。例えばなんですけども、さっき僕が言ってたソウルミュージックとかよく使うんですけども、ソウルって検索すると一般はこうやって出てくるんですね。で、これの左上のトラックスっていうところを押して、で、この C コピーライトマークのところをポチッと押すといっぱいね出てくるんですよ。 To listen to なんで、音楽聴けると、 To share 共有できると、 To use commercially 商用利用可能と、この To use commercially の曲であれば基本的には、YouTube の商用利用も可能ですっていう形になっていると思います。まあ、ただね、僕の最近よく見てる YouTuber ののりごとさんって方がいらっしゃるんですけどもね、その方がどっかの動画でちょっと言ってたんですけども、まあ、昔ね商用利用可能だった音楽がアーティストによって権利が変わって、著作権的に NG になってしまったみたいなケースもあるみたいです。ちょっとまあ稀ではあるとは思うんですけども、まあ、そういった場合にね著作権侵害してるので前の動画消さなきゃいけないみたいな状況になっちゃうらしいんですよ。本当に稀だとは思うし、僕もそんな状況にはなったことはないんですけども、一応、まあ、そういうことになるのは嫌なので、まあ、リスクヘッジとしてエピデミックサウンドを契約してるという形になっています。ざっくりと音楽に関してはこんなところでしょうか。もちろんね、他にも日本語で使えるサブスクリプションのサイトとかもたくさんあるとは思うんですけども、僕はね結構このエピデミックサウンドっていうのが僕のセンスにも合った曲が多いのかなと思っていて好んで使っています。エピデミックサウンド自体は30日間トライアルがあるので、もし使ってみて微妙だったらやめればいいし、使ってみてよかったら続けるもありなのかなとは思ってるので、ぜひ一度使ってみてはいかがでしょうか。ということで今回簡単になんですけども、僕の使ってる音楽と著作権侵害にならない音楽についてご紹介しました。今回の動画はこんなところで終わりにしようと思います。いいと思ってくれた方は高評価ボタン、あとチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。